皆さんこんにちは、泉です。今日は持ち歩いているというか普段使っているメイクポーチの中身を紹介していこうと思います。で、最近使ってるのはこれ。10月の中旬ぐらいからリップをついたらプラス1400円でついてきたこのポーチ、めっちゃ可愛くないですか？この星のね、チャームもね、ほらいちいち可愛い。心配性で何でも持ってっちゃう私からしたらいいサイズ。めっちゃ入ってんねん。で、冬は乾燥とかするからポーチの中身が重くなっちゃうんやけど、変わらず持ってるアイテムから紹介していきます。なんか期間限定でちょっと前にトイストーリーの限定パッケージやったリップクリームとメンソレータム、ツヤツヤにしたい時下地こっち塗ったらいいし、なんかマット気味でいい時は薬用のこれを使うっていう。香水なんやけど、このポーチについてたこのディオールのジョイっていうミニサイズ、意外と私はこの匂い好きやから持ち運んでる。で、次これ、これはねもうずっと持ち運びついたらちっちゃくていいから、クロエの大きいの買った時にちっちゃいのが2つついてきたうちの1つでした。私この匂い大好き。ちょっとなんか取れかけてんねん、ショックやけど。ディオールスキンフォーエバークッションファンデーション、クッションファンデーションです。鏡としてもあれは使う。ルナソルの3ディメンショナルアイズ01番ナチュラルベージュです。これ私中身ほんまに好きで、この、まあ、あんまり正味この白はもう使わんねんけど、他めちゃめちゃ使えるからどんな感じの化粧でもできちゃう基本は。なんで持ち歩きはこれです。次これ、はい、マックミネラライズブラッシュウォームソール。これめっちゃなんか同じの買ったよって、これめっちゃ多い以上に言ってくれるので嬉しい。ほぼ便利です。ラーズのコンシーラーでしょ。ラブライナー、こっち茶色でこっち黒です。ちょっと最近は黒にしました。眉毛誰か分かる？形変えてん。だから前までと違うからちょっとこれピクセルを持ち歩いてます。次はこれ。めっちゃ寝るの遅いのになんでクマないんですかって聞かれるんですけど、あんねんで、ほんまはこの3の優秀なコンシーラーで隠してるので、多分冬これからめっちゃクマ多くなるから私結構悪くなってなんか感じの顔になるから、これはもう多分もう2本目いっちゃうかも。リップアホみたいに持ち歩くね、泉昨日もこのポーチ使っててんけど、で5本も入ってたリップ。このポーチを買った時にディオールでついてきたのがこれ。インスタにも載せてますが、ディオーディフィックベルベットタッチリップスティックトラブランっていう色です。なんか店員さんにこういうのが欲しいですみたいに言ったら持ってきてくれた。なんか変な形やんけど可愛いよね。これ結構ね茶色というか暗い感じになるから、ルビーウー東京っていう真っ赤なやつを持ち歩いてます。プラスメイクで紹介した、めっちゃ使っててもうこのくらいしかなくて、 3の9番で、これ持ち歩く意味絶対ない、似てるから色。マックのパラマウントっていう色、これちょっとなんかマットすぎてあんま好きじゃないんだけど、可愛いけど色は。もう1本あった、リップペンシルっていうマックのスパイスっていうやつ、鉛筆みたいなやつで、ベージュ系にするときこれを塗った後にシャネルのルージュココフラッシュ56番をこんな感じのカラーを塗ってする日もある。ヌーディーな感じのセットがこっちです。で、次これ袋、これはロキソニンとイブクイックズ通薬と花粉の薬と喘息の薬を持ち運んでます。次目薬必需品。で、次はなんか冬塗ったら乾燥するから買いました、3のコンディショニングミスト化粧水です。あの化粧の上からしてもいいし、お風呂上がりに普通に使う時に使ってもいいミストなんで、これは冬絶対暖房とかの部屋にいる時は絶対これを使う。爪ちょっとネイルしてるからネイル屋さんでもらいました。ネイルオイルをこれ甘皮のとことか逆向けしやすいんで洗い物とかしたらこれを持ち運んでます。で、これは前購入品でも紹介したけど、無印の600円弱ぐらいのあのなんとかボール、お風呂にも持って入れないけど、お風呂で洗うし、さすがにねちゃんと足と顔は別々にしてます。これほんまにおすすめやからみんな買って。これラスト、キールズのハンドクリームです。ちょっとでかすぎるからもうちょっとちっちゃいのが欲しい。やっぱりねキールズはね優秀、めっちゃ保湿あっておすすめなの。
キールズハンドクリーム LV って書いてるやつです。てな感じ、私のポーチの中身いけてる？こんなんで。リップの詳細は持ってるリップ紹介で多分全部した。でこれが今回新しいので、今つけてるのがこのディオールの590番のものです。では今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。最後にチャンネル登録といいねとコメントをよろしくお願いします。では次の動画も楽しみにしててください。バイバーイ。